ズボンの紐が喧嘩した日の話。ちょっと引っ張らないでよ。引っ張ってるのはそっちでしょ？静かな夜、どこからか嫌そう声が聞こえてきます。声の正体は、ケイタ君のズボンの紐でした。紐は繋がっていて、片方が伸びると、もう片方は引っ込んでしまうのです。引っ張らないでよ。君が先に引っ張った。いや、上。へえ、いい君。もうやだ。次の朝、ケイタ君のパジャマの左の紐がいなくなっていました。右の紐は喧嘩してさ、あいつ奥に引っ込んでいっちゃった。と、ちょっと悲しそう。ビヨーンと伸びた右の紐が気になって、ケイタ君も飼い猫のポンちゃんも朝ごはんどこうではありません。どうしたものかと考えていると、ケイタ君のパジャマのボタンがパチパチパチと弾きました。我々にお任せを。なんだ、僕にも任せて、私にも。気がつけば、そこら中のボタンが詰まっていました。ボタンというのは、大抵こんなやつらなのです。これより左のひもくん呼び戻し作戦を開始する。迷子にならないようにお手手をつなげ。リーダーになったボタンがそう言うと、ボタンたちはピッ横一列に並び、さっと手をつなぎました。左の紐を見つけたら、戻ってきなよ、って伝えてくれる？了解。ボタンたちはやる気満々です。出発！愉快なボタンたち。ここでボタンたちをご紹介しましょう。ケイタ君のパジャマの一番上のボタン。なぜ彼がリーダーかというと、最初に弾けたかららしい。オレンジボタン。ボタンたちの中で上手にスキップができるのは、このオレンジボタンだけ。幼稚園の入学式に着ていた服のボタン。久しぶりにケイタ君に会えて張り切ってる。ケイタ君がもっと小さかった時に着ていた服のボタン。怖がり。思ったより前の方に来てしまって、実はすごくドキドキしている。体が大きくてズボンの穴を通れなかったため、応援係になったボタンたち。道で拾われたボタン。どこかミステリアスな存在。口癖はチョベリグ。ケイタ君の上着のボタン。眠るとき、大きないびきをかくが、本人は気づいていない。出先カバンのボタン。お布団かけずに眠っている。こう、ほっておけない優しいボタン。縦長ボタン。自分をボタンだと言い張ってるが、本当のところはわかんない。ケイタ君のズボンのボタン。大きくなったら、梅干しになりたいらしい。ボタンたちはずんずんと前へ前へ。やがて奥で腐っている左の紐を見つけました。
やあ、ビノヒモくんが戻ってきなよって言ってたよ。それを聞くと、ビノヒモは怒って、君たちには関係ないだろ。僕は戻らないよ。そう伝えて、と言いました。了解。ボタンたちは一生懸命伝言を回しました。僕は戻らないって。僕は漏らしないって。僕は、ぼかしないって。僕は、かかしないって。左のひもさんから伝言が届きました。僕は、爆発しないよ、だそうです。右のひもはびっくりしました。爆発？って、何か危ないものが合うの？ピンクのボタンくん、そう伝えてみますね。ボタンたちはできるだけ早く伝言を届けようと急ぐあまり、右のひもくんからの伝言だよ。バイクと危ないモボンがピンチなの、だって。え？右くんがピンチなの？外はどうなってるの？左のひもは外の様子が気になって、怒っていたことも忘れかけていました。その頃、穴の入り口では、みんなと一緒に遊びたいポンちゃんが、ケイタくんの足の上に飛び乗ったところでした。ボタンたちは大パニック。敵が来た。わあ。あの中に逃げろ。前に詰めて。敵です。猫です。詰めて。敵の猫がドーンって。詰めて。テコネがドーンだって。冷たいテコのネガがドーン。やっぱり外は大変なことになってるの？早くミー君を助けに行かなきゃ。そこどいてよ。でもパニックになったボタンたちは止まりません。ブキュンブキュン。ポン。左のひもとボタンたちは反対側の右の穴から飛び出してしまいました。思わぬ展開にびっくり。でもひもたちは、右くん、ピッチだって聞いたよ。大丈夫？左くんこそ、怪我はない？二人とも。その頃、ボタンたちは、お互いの活躍を称え合っていました。ひもたちも仲直りできたし、まあ、めでたしめでたしってことでいいのかな？おしまい。